日本四国地方徳島県徳島市東新町東新町は徳島県徳島市の町名新町地区に属している東新町1丁目から東新町2丁目まで存在する郵便番号は郵便番号770-0912徳島市の東部に位置し東は東船場町西は南新町北は新町橋南は 銀座に隣接する。県下有数のショッピング街で、中央には東新町商店街がある。かつては丸新百貨店や大英徳島店が存在した。1585年に入国した徳島半祖、八塚家政が町人を相手にする商人を集めて、新町を作ったのが始まりで、1630年頃にはうち、町と並ぶ徳島市の商店街として栄えていた。 江戸時代から現在の町名で昭和17年からは1町目から3町目昭和50年からは1町目から2町目がある江戸期は徳島城下の町人町の一つで明治22年からは徳島市の町名となる東町北端を東に船場町に抜け新町橋を渡ると内町で江戸期には豪商ドンヤガの木を並べていたしかし江戸期初頭にうち 町だけは、城下の商業的機能が十分に果たせなくなり、新町に商業地区を拡張し、東町等が成立した。北は、西新町、西から南にかけて古物町、籠屋町、富田町が並ぶ。1970年代が前世紀とされ、1974年には、休日の歩行者数が約4万人を数えていた。しかし、 1983年に当地区の各店舗となっていた丸新百貨店の約2.5倍の規模で、徳島駅前に徳島祖号が進出したことから、丸新百貨店と東商店街の衰退が始まり、1995年3月21日に丸新百貨店が2005年に大英徳島店が閉店して、各となる大型店がなくなり、2006年には映画館もなくなるなど、 集客施設が相次いで消失したことで衰退が決定的になった。など、ありがとうございます。